んばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。はい、ピクシスのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていく、おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。はい、2020年最後のキラピクです。そうですね、あっという間でしたね。思い残すことあります？早くない？でも一回やるんだけど、この回は30分はやるんだけど、いや、もう終わるんで。もう終わるから、思い残すことがないように今のうち言っとこう。今のうち、うん、そうだな。あ、はい、ちょ、私さっきコンビニで買ったワンタンスープ食べていい？え、忘れてたの？忘れてた。じゃあ取っといで。取ってくるね。うん、なんだこれ。思い残すことしたくない。冷める前にね、うん、食べないといけないからね、うん、思い残すこと、思い残すこととかもあんまりなんかあれだし、全然出てこない。バリバリ言ってるし。え、入ってないの？お湯、お湯今沸かしてくれる。嘘でしょ。入ってるかと思うじゃん普通さ。乾いたままで持ってきたの？うん。え、出来上がってるもんかと思うじゃん。そう、だから我慢できないのかなと思う。これは終わった後にお湯入れたらええやん。これはさ、我慢できるじゃん。今思い残すことないかなって思ったの、これだよ。それじゃない絶対。それじゃないはずだよ。思い出してみたの、自分がミクに言っときながら、何か自分はないかなって、うんうん、これだった。それじゃないはずだよ絶対。私は今日はこれを放送中に食べる。なるほど、うん、ミクは思い残すこと、うん、そうだな、特にありません。いいの本当に。結構何もだってすることないもん。私でワンタン、なんで萌さんだけワンタン買ってもらってるんですか？ストロー欲しいかって。じゃあストロー欲しい。ストローくれるって。萌さんにも水をください。じゃあ私本当だ、水なくてワンタンしかない。ワンタンしか持ってこなかったから。本当だ、今日私じゃあワンタンで乗り切る。水分、喉乾いたなって。またスープ飲んで、ワンタンで今日は乗り切ります。喉乾いたな。これで悔いなく年内終わる、うん、終われると思うんで。終われるんで、はい、頑張りたいと思います。はい、どんな始まりなの。まあいいけど。それでは始めましょう。ピクシスのキラキラ大作戦、スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。はい、ということで、はい、萌さんのワンタンのお湯はまだ届いておりませんが、はい、今沸かしてもらってます。はい、始めたいと思います。はい、はい、2020年の振り返りといえば、はい、まずね、ちょっと駆け込みですけど、はい、ピクシスチャンネルが始まりましたね。YouTube チャンネル、年内には、間に合わせたかったから間に合った。そう、ギリギリよ。ギリギリ間に合った。12月に駆け込んでやりましたね。スタッフさんも相当焦ってたもんね。今日あげます。今日あげます。絶対今日あげます。絶対今日あげるんでみたいな。いやー、ね、よかったよ。あれはどんな感じなんだろうね。みんな見てさ、だって一発目にコメンタリーがさ来てたわけじゃん、うん、それはどういう感じで受け止められてるんだろう。コメントにはね、順番逆やろって書いてあった。正解。普通はね、うん、いやでも普通じゃないことをするのがピクシスですから、うん、そう、普通は、うん、あ、お湯来た。お湯が来た、お湯が。お湯来た。ちょっとお湯もらってくるね。あ、粉末スープって先にさ、開けるやつだよね。そうそう。あー、バシャってやんないで。なんでやっとかないの。なんでやっとかない。めっちゃいい匂いする。めちゃめちゃいい匂いする。お湯もらってきます。お湯もらってきてください。ください。なんかね、こう、最後の最後でめちゃめちゃ緩いですけど、私だったとこいスープ飲みたいのにさ。ないんだよね。まあ、来る前にパスタ食べたからいいんだけどさ。そんな話はいいんだけどさ。え、じゃあ M1 の話しよう。え、ピクシスの YouTube の話は。メール来てるよ。あ、メール来てる。あ、メールも、メールが来てるんだ。じゃあメール。メール来てるよ。メールもメール。メールいい、うんうん、キラキラネームシアーゴーストさんからです。ミクさん、萌さん、ピクシス。ピクシス YouTube 解説おめでとうございます。ありがとうございます。かねてからずっとピクシスの2人の YouTube を見てみたいなと思っていたところに、今回のチャンネル解説、早速チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。お二人はやりたい企画などありますか？あります。お、何？
私は桃鉄の配信をしたいんよ。ずっと言ってる。もうあのゲーム配信ね。 YouTube ライブで。 YouTube ライブで。そう、もうライブで。あ、もう生配信で。 お正月で生配信で、私とミクとメイクさん2人の桃鉄3時間コース。長見れる。 5年コースで3時間ぐらいかかるかな、下手したら。うん、をやりたい。でもゲーム実況はやりたいよね。私も動物の森の島をみんなに見せたいよ。確かにそういうのもミクが未だにやってる動物の森の、うん、でも最近ちょっとそうやってないの。やれてない？うん。え、でもこれを機にさ、なんか配信やるって言ったらちょっとやり始めるんじゃない？やり始めると思うし、うん、会いたい、じゅんくんに久しぶりに。あ、最近会えてないんだ。じゃあそうなの、早く会わなきゃいけない。寂しがってるから、じゅんくんが。そうじゃない？うん。え、目がバカにしてる、目してるびっくりしちゃった。え、ビー玉みたいでしょもうなんか、全てこの目の奥に語られちゃってるびっくりした。びっくりした、うん、びっくりしちゃった。え、でもゲーム配信はしたいな。したいし、うん、あとなんだろう、ずっとやりたいって言ったのは踊ってみた動画とか。あ、ピクシスらしくていいんじゃないって言ってたし。踊ってみたやりたいね。そう、やりたい。パプリカ。え、パプリカの花咲いたら晴れた空に種をまこう。できた。結構踊れる、結構踊れたとか。いいじゃん、と妖怪体操とかさ、うん、絶対今じゃない。今じゃない、絶対今じゃないんだよな。いいじゃん、需要が違うんだよな。まあいろいろやりたいことはあるので、とりあえずみんなチャンネル登録して、ね、月一配信、あの更新を目指して目指して、動画は絶対載せるから、目指して頑張っていくので、お願い。まだ来月の決まってないけど30日だよ30日だけど、1月のまだ撮ってないですけど、多分1月末ぐらいには間に合うと思うんで。それかもしかしたら、その一応さ、その自己紹介動画を夏に撮ってたじゃない、うん、それとプラスアルファ何本か撮ってるの、うん、それでそれにまたコメンタリーするかもしれん全部コメンタリー形式かもしれないけど、コメンタリー形式かもしれんけど、待っててほしい、うん、楽しみによろしくお願いします。はい、というわけでお手寄りありがとうございました。番組ではこれからも皆さんのメールをお待ちしています。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお手寄り待ってます。 Pixis のキラキラ大作戦、年忘れえ、なんで止まっ、なんで止まっちゃったのもうちょっとあったじゃん、セリフ。もうちょっとね、惜しいですよね。あとちょっと。あと、4つ。漢字4つだよ。ごまかすな、ごまかすな。ごまかすな、ごまかすな。特別企画ー、うん、話の違う。そこで拍手しちゃうと、そこで拍手しちゃうと、私が次言うタイトルが生えないから。もう殺されちゃったから、今次言うやつ。あ、下手くそだな。嘘でしょ。もうちょっとこういう振り何回もやってきてるじゃんね。嘘だ、下手くそVR1 グランプリ2020ここです。はい、はい、今年も残すところあと2日となりました、はい、皆さんはそれほど集中して番組を見てないことと思いますそこで特別企画といたしまして、これまで送っていただいたキラピク VR の残念ながら不採用になってしまったネタの中から敗者復活選考を行い、選ばれたものを私たちが実践していきますというやつですね。なるほど。の VR をフィーチャーした敗者復活戦ですね。そうですよ、 VR1 グランプリなんでね、 M1 とちょっと似た感じでね、やっていきます。萌ちゃんです、はい、それでは対戦ルールを説明する前に暫定王者をご紹介いたします。お、 VR1 グランプリ暫定王者、キラキラネーム、ほっこりしんじくんです。はい、はい、まあ、なぜ彼が暫定王者かというと、圧倒的に不採用の数が多いからです。そうですね、はい、なので、まあ、対戦的には暫定王者にチャレンジャーが挑む下克上スタイルで行っていきます、はい、
このあのキラピキあれこのピクくじ、はい、ピクくじってちょっと今手元にはないんですけど、ボックスがありまして、で中に入っている不採用ネタのメール、不採用ネタメールの中からチャレンジャーを1枚ランダムで引いて、うん、暫定王者のネタとどちらがいいか私たちで選考で、見事選ばれた方のネタを実践していきます。なるほど、どんぐりの背比べ的なことですね要はまあそういうことになりますね。要はそういうことですね。はい、自分たちで引いていってで、しんじくんのネタと比べてどちらの点数が高いかで、高かった方をやるってことか。はい、私たちがね、審査員として。なるほど。はい、100点満点中で審査をしていきます。これ結構大事だね、審査員ってね、大事だからね。そうだね、その後の彼らの人生を決めるからね。そうだよ、ここはちょっと真剣に考えたいですね。やっぱりね、王者のこともありますしね。頑張ります。はい、それでは早速いきましょうか。はい、第1回戦萌えサイドに参りましょう。なるほど。まずはチャレンジャーのネタを引きます。いきます。チャレンジャーはあ、いっぱい出ちゃったチャレンジャー、キラキラネームやや透明少女さんです。萌えサイド、あれ、あの、もしかして筋肉芸人の中山きんみくんさんですか？私すごいファンなんです。あの、もしよければあのギャグをやってみてもらっていいですか？じゃ続きますね、ほっこりしんじくんさんまで。ねえねえみく、自分の耳たぶを限界まで引っ張って。まずはチャレンジャーね。まずはチャレンジャーね。それではジャッジ、じゃん伊藤、はい、51点トヨタ、はい、99点。なるほど。まあ、私が最近また愛席食堂で中山きんに君会を見たっていうのが大きかったかもしれないな。面白いですからね。面白いもんな、世界一面白いもんな。そうですね、私ももうちょっと高得点でもいいかなって思ったんですけど、ちょっときつめ、辛めですね。中山きんミックっていうところがちょっと滑ってるかなと思いましたなるほど、はい、残念。では王者しんじ君の判定に行きます、はい、ではジャッジ伊藤60点、はい、トヨタ100点、はい、嘘つけよ耳タブだったよ。いや、やっぱその発想のセンスがね、めっちゃおもろいやんって思って。なるほど、やっぱさすが王者でした。うん、やっぱり王者のこうね、威厳たるものがすごい見えたなっていうのを思いましたね。なるほど、はい、そうですね、まあ、今年はちょっと甘めに審査していきますので。甘めに、あ、わかりました。はい、ということで、チャレンジャー150点、王者は160点。あー、惜しかったね。ほっこりしんじくんの勝利。惜しかったね、チャレンジャーの方。いや、いいとこまで行ってたんだけどね。いいとこ、10点差だったね、うんうんうん、いや、惜しかった。はい、こちらのネタは後ほどまとめて実践いたしますのでお待ちください。はい、それでは2回戦ミクサイドに参りましょう。ミクサイドのチャレンジャーですね。はい、じゃあちょっと私が、キラキラネーム小次郎さん。合唱練習の時、真面目に歌わない男子がいたらどんな感じで注意してた？さあ、そして王者の王者のしんじくんのネタは、ねえねえ萌えさん、メスの顔ってどうやるの？やってみてやってみて系ですね。なるほど、なるほど。それでは、点数を書いていきましょう、はい、まずはチャレンジャーの方から。それではジャッジ。お、高得点。伊藤、厳しめの伊藤さんの点数高い。はい、95です。はい、私92で、はい、行かせていただきました。そうですね、高得点ですね。うん、分かりやすくてとてもいいかなと、まあ、想像しやすいよね、はい、そうですね。王者、しんじくんの点数を書いていきます。はい、それではジャッジ。伊藤100点、トヨタ100点、合計200点、満点が出ました。すごい、2回戦にして
満点が出ました。満点が出ました。これは一応チャレンジャーの得点が187点、王者が200点。うわー、ということでほっこりしんじくんの勝利。チャレンジャーもちょっといい線いったんですけどね。いい線いってましたね。なかなかいい線いってたんですけどね。なかなかやっぱりすごくこれは良かったですね。ちょっとやっぱり これぞ王者の、ね、王者の貫禄というか、ね、見せてもらっちゃったから、はい、ちょっとこれには点数不採用不採用やっぱ輝いてるから。いや輝いてますから、やっぱり悔しかったよね今ね、はい、やっぱ悔しかったですね。見つけざるを得なかった。いやもう一回ずつやりますか。続いて今度また萌えサイド、はい、はい、じゃあ引きましょう。萌えサイドじゃん。キラキラネーム、横須賀流星さんからです。惜しい。萌えサイド、初めてビンタされた時のリアクションをやって。じゃあチャレンジャーを。そうですね、王者ほっこりしんじくんを。ねえねえみく、軟体動物になって全身くねくねさせて。なるほどじゃあまずチャレンジャーの得点を書いていきましょうかね。はい、はい、ではいきます。はい、ジャッジ。伊藤92、トヨタ 90。まあ結構やっぱ高得点ですね。そうですね、まあそこそこ分かりやすいお題だし、確かに見たことないものであるからみんな見たいものかなとも思いますよね。そういう意味ではね、見てみたいっていうのはありますね。はい、じゃあ続いて王者シンジ君の方の採点に行きたいと思います。はい、それでは、はい、出していきましょう。ジャッジゼロですね。はい、トヨタさん100です。とにかくずっと100ですね。100ですね。なるほど。あ、気に入らなかったですか。そうですね、これに関しては、まあ、限度があるなと思いましたね人にはそうですね、軟体動物は難しいかなというふうに私は感じましたね。残念です、はい、ちょっと見てみたいなっていうところあったんですけど。そうですね、やっぱり女性声優に求めるものではないですね。なるほど。女の顔はいいのに女の顔はだって体使わないですから。女の顔はいいのに。はい、そっかそっか。さあ、チャレンジャーが182、王者100ということでチャレンジャーの勝利。お名前、横須賀流星さんですね。流星さんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。では続いて、ミックサイド。はい、はい、キラキラネーム新田さん。萌氏に美容師さんになってもらって、ミックからの美容室の予約電話を受けてもらってください。これ私嫌ですね。なるほど、ミックがすごい苦手なやつですね。では王者。はい、ねえねえ萌さん、尻相撲しようよ。尻出して尻さあ、まずチャレンジャーの点数からいきましょうチャレンジャーですね。はいはい、はい、それではジャッジ95、そして99、99。まあいいですね、はい、結構、まあ、新田さん自身採用率が高いから、高いですから珍しいんじゃないですか、不採用の方が、ね、だそういう意味ではやっぱネタの安定はしてますね。安定感あるね。安定感はありますね、やっぱり。なるほど。では続きまして、ほっこりしんじくんの採点に行きます。はい。それでは行きましょう。ジャッジ。あれ。ダメですかね。これはね。100、私は100、トヨタさん0ということで。絶対伊藤が100つけるなと思ったので、はい、ちょっと空気をね0にしました。空気読んでいただいたんですね。空気をね、本当気持ち的に100。100でやりたかった。やりたかったんですけど、あの出すのは構わないんですけど、はい、アカウントバンされるの嫌なので。あ、そうですね、うん、それが乗っかっちゃってね、いろいろなところで拡散されるかもしれないですから、ちょっとセカンドショットチャンネルがバンされる可能性があるから。確かに、ちょその責任はちょっと取れないですからね。負えないなっていうのは正直ありましたね。シリーズ王なんで対戦相手いないといけないやつえシリーズ相撲だから二人とも尻を出すっていうことはどこも映らなかったどこも映らなかったです。萌えさんの尻は絶対に映らなかったですね、こうやってやるんでね。なるほど。あ、そういうことだ。そういうことだった。そんなにじゃあ考え、私たちの考え方が良くなかったんですね。そういう意味でちょっと
1000点かもしれん。絶対に映んないから、もうここしか見てる方向しかね映んないんだね。めちゃめちゃシュールでおもろいやん。絶対面白いじゃん。めちゃくちゃおもろかったですね。そんな100点あげちゃうダメですか、後付けは。後付けもいいんじゃないですか。ということで、チャレンジャー193点、王者1100点、王者ほっこり新次君の勝利。やっぱかなわんな。はい、というわけで、はい、これにて全ての対戦が終了いたしました。はい、はい、それではね、まあ結構接戦が続いたわけですけど、ね、なかなかいい戦いでしたね。はい、それでは見事勝ち残った4ネタを今から実践していきます。では行きましょう。レッツ萌えサイド。ねんねえみく、うん、ほっこりしんじくんからなんだけど、うんうん、自分の耳たぶを限界まで引っ張って。いいよ、いくよ。レッツミックサイド。ねえねえ萌えさん、はい、ほっこりしんじくんさんからなんだけどね、メスの顔ってどうやるの？やってみて。メスの顔ね。うん。メスの顔ね。それ不採用だ。レッツ萌えサイド。ねんねみく、うん、横須賀流星さんからなんだけど、うん、初めてビンタされた時のリアクションが見てみたいんだって。わかった。じゃあビンタしてもらっていい？じゃあちょっと。いい感じ。いい感じ。どっちに来る？どっち？こっち？行きまーす。おい。おい。重力に逆らうの。こっち？痛い。そりゃ臭いよ。レッツミックサイド。ねえねえ萌えさん、はい、ほっこりしんじくんさんからなんだけどね、うん、尻相撲しようよ。尻出して。尻。なるほどね、オッケー。よし、じゃあ私もやっぱ相手役でね、やんないといけないね。やっぱ尻相撲だからね。そうだね、尻出してって言われたら頑張るしかないな、うん、そうだね。よしよし。さっきよーい。どこだ。どこだ。痛い。じゃあ萌えさん強いんじゃないの。あ、待って、私勝ったわ。負けた。イエーイ。いかがでしたでしょうか。これからもキラピク VR ではたくさんの質問をお待ちしています。なぜ不採用になったかを丁寧に動画検証していくだけのコーナーでしたね。つまんなかったね。なぜ採用されなかったかがっていうのがよく分かったんじゃないですか ね、 ね、やっぱりね、うん、素晴らしい。全然盛り上がんなかった。素晴らしい王者です。選ばれたみ、さすが不採用王者。おめでとうございました。おめでとうございます。はい、豊田萌と伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を送ってきてください。以上、年忘れ VR1 グランプリでした。ビッグシーズのレレ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 レ。お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦、エンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。普通とはもちろん皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択大作戦のどうでもいい二択、キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。はい、ここでピクシス情報です。ピクシスのベストアルバムピクシスベストが2021年1月20日に発売になります。そしてピクシスフィフスアニバーサリー写真集ナンバー5、現在発売中でございます。そして竜騎士07先生シナリオ書き下ろしの任天堂スイッチ PS4 PS ビータ用ゲーム幻想牢獄のカライドスコープ、現在発売中です。こちら湯浅美奈役で出演させていただいております。そして豊田萌のアイドル畑で捕まえての配信イベントを2021年1月24日に開催します。チケット発売中です。よろしくお願いします。はい、私からのお知らせです。サードアルバムリズミックフレーバー発売中です。よろしくお願いします。発売記念イベントもオンラインで開催いたします。詳しくは日本コロンビアの伊藤美久公式サイトをご覧ください。
そして2021年1月4日より放送開始となる、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語にてフィロ役を演じます。そして1月7日より放送開始の五等分の花嫁の2期中野美久役で出演いたします。どちらも見てね。そして1月30日アニマックスミュージックス2021オンラインサポーテッドバイユーネクストのデイワンに出演いたします。こちらも見てください。そして伊藤美久ライブツアー2021リズミックビームユー、こちら3月6日、大阪、3月21日パシフィコ横浜でやります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてセカンドショット通販ではピクシスのキラキラ大作戦ファンディスク6やセカンドショットカタログ2020をはじめとした様々な番組グッズを求めいただけます。またセカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版を楽しみいただきます。どうぞよろしく。はい、これにて年内のキラピクは以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでいいのかな。あんたん、そうだよ、食べ終わった？食べきってない。ちょっと この時間内に食べ終わんないと、もうやり残したことになっちゃうから、やり残さないようにアフタートークまでには絶対に食べ終えてくださいね。うん、よろしくお願いします。まあね、今日はね、ほっこり新次くん会みたいな感じになっちゃいましたけど、これで彼も年を越せるね。ね、いい感じでね、いい年越しを迎えてください。さあ、ということで、はい、来週はお休みとなりまして、はい、年明けは、1月13日から13日からはい、放送になりますので、ぜひお忘れなく、よろしくお願いします。お願いします。ということで、来年もキラピクをよろしくお願いします。それではそろそろ時間です。はい、お相手はトヨタマエと伊藤美久、ピクシスでした。良いお年を。